はい、それではね、ドラゴンクエストビルダーズの続きをやっていこうと思います。なんか作ってるね。頑張ってる薬か、薬作ってくれてるね。一応ね、旅の扉が開通したので、ちょっとなんかお使いがいっぱいあるんですけど、水飲み場、水はあと、なんか釣り竿を作ってとかも言ってたよね。あとはなんだっけ、まあいいか、この一個ずつこなしていきましょうか。なんか、まあ新しい場所に行ってね、新しい素材が多分手に入ると思うんで。あ、なんか桶とか作ったから、ちょっとこの辺は置いとこうか。この辺いると思って一応作っておいたんで、たらいか。この辺は持っていこうかな。土はどうしようかな。中古で足りるかな。まあこんなもんでいいでしょう。ちょっと傷薬少ないかな。薬局の、ね、頑張って作ってくれてるんで、違う、話すじゃない、傷薬これもらっていこっかね。活用していきましょう。なもアイテムが、そうそう、まだそんなに持てないから、大速がねできてないんで、それがちょっと心配だね。まあいいや、行こう。よし、多分木は生えてると思うんですけど、あ、もういきなり死んでる。一応話しとこう。誰？君は誰？俺はイルマ。もう少しで光にたどり着ける。もう少しで、はい、まあ連れてってあげよっか。ね、置いとこっか。並べとこっか。あ、ちょっと変なとこ置いちゃった。まあいいわ。これは多分あれだよね。なんとかの弾だから、ちょっとアイテム欄圧迫するんで、帰りに取りに行きましょう。はい。スライムベース、あ、木があった、木が。あ、なんかでっかいのがいる、虫がいる。木はとりあえずね。これ、あ、ヤシの苗は育つんかな？拠点内で。どうなんでしょう。まあ、木をちょっと多めに取っていこうかな。で、マップがまだないんだよね。全体的に目的地は向こうの方。で、まあ、新しい、あ、石炭もあるね。石炭と、傷薬とかはいいから、じゃ鉱石も取っていきましょう。あと、あんま、取ってなかったようなアイテム。あ、大木槌いるってことは、皮が手に入りますね。なんか来たよ。あ、ちょっと待って、壊れた。よし。何本持ってると思ってんだ。よし。皮ね。うん。皮もなんかで確か行ったよね。誰が撃ってきた、さっき。なんか撃ってきたやついたね。あ、石材。まあ、一個ずつ。あ、もうすでにアイテム欄圧迫してる。やばいな。とりあえず、木は取ろう。と、なんか、いろいろ頼まれてたね。麻痺の病の、元凶を探してこいと。あ、まあ、一回拠点変えて、ちょっと待ってよ。大倉庫を作っちゃったらいいのかな。これは、木材、毛皮、でいけるから、木材って何個できんの。原木1個で、数出ないな。10個あったらまあ足りるか。大倉庫8個でしょ。毛皮をあと2つ取って、大倉庫作っちゃおう。その方が全然アイテム収集効率がいいですよね。よし。で、順番に。木材。全部一回木材にしちゃおう。うん。よし。いいよ。はい、仕立て台。へぇ。クラフト可能。木の壁。あー、あれか。建材ですね。木の床もね。うん。木はでもそんな強くなさそうだよね。あ、石の斧来ましたね。こんだけか。大倉庫。大倉庫は？いけるいけるいける。よし。
OK。これでだいぶね、変わりますね。あとは？なんか、光ってる。光ってる。ちょっと いろいろ入れとこう。石炭もあるし、木材料。この辺、一回入れようか。ダイソーク置いちゃおう。どうしようかな。この部屋に置いとこうかな、もう。ちょっと置き直すか。ダイソーク特に、開ける必要ないもんね。よし。ここ倉庫部屋にしましょう。よし。で、適当に宝箱も置いとく。2、3、これでしょ。で、予備倉庫で収納箱も置いときましょうか。まあ何も持てへんかな、そらな。拠点を狙うモンスター。収納箱を1個も持ってないな。ちょっととりあえず3つぐらい置いといて。いけるよね。水飲み場って、何がいるって言ってたかな。作れるんじゃないかな。よし、こっちは、まあ、ちょっと配置が微妙やな。まあ、ここに2個ぐらいでいいか。うん。でいいや。宝箱閉めとこ。なんか、誰が来てんのこれ。ドロルだよね。うん。で、苦きキノコ焼きをあげとく？忙しいね。取り出す。1個でいいよ。うん。木を植えとくのもいいけどね。水はまだないしな。よし。使う。ありがとう。寝かす？一晩寝てみるよ。オッケーオッケー。まだでももうちょっといりそうだね。で、革袋と、設置する。あと何がいるんだったっけ、本格工房とかなかった？石の本格工房は、革袋収納、道具屋の壁掛け、高級明かり、作業台でしょ。道具、看板がさ、作れるんじゃないんかな。染料が作れるんじゃね。よし。いけるね。染料が1個でいいよ。で、看板作れるでしょ。前回のまあレシピをね、いろいろ踏襲して。で、宿屋と道具屋作ろうか。まだ個室まではいいよね。宿屋。道具屋。うん。あん中入ったな。この部屋いいよ。これを出そう。うん。染料は。あれ？よし。これは高級の、あれだもんね。照明だから、これでいけるはずだね。よし、よしよしよし。できるぞ。これでいいね。本格工房。装備耐久度アップ。あ、レベル3になった。うん。また、多分後で、この拠点のレベルをそろそろ上げましょうっていうクエストをね、達成してるよね。ここに、宿屋にしよう。6個で多分いけると思うんだけどな。あ、ベッドホテル行けました。はいはい。いいね。お前らドアを通ってこいよ、その壁を乗り越えるんじゃなくて。レンガキッチン作りたいけどね。テーブルと椅子があればいけるんか。テーブルと椅子って作れた。あ、椅子いける。あ、これでいけるな。2つ、中いるんだったっけ。
これもレシピ残ってるのか。ご飯どころでテーブルに椅子4か。木材がもうちょっといるね、じゃあ。まあいいか。あ、でも飾り料理がないわ。お皿作ったら飾り料理作れる？ここでお皿作れたよね。食器、粘土あるからね。なんかひらめけ。ないか。ちょっと待って。ないのかな？乗せられる料理はない。まあこれはまたじゃあ今後に期待しましょう。ここにちょっと料理入れとこう。もう豆と、そろそろキノコメインにする？あとはいいかな。うん、で、この辺はもう入れときましょう。まあ、この辺いっぱい取れるでしょうしね。松明、ヤシの苗、傷薬。よし。まあいいでしょう。じゃあもう一回ちょっと、一晩寝て探索に行きましょうか。うん。はい、これももらっとこう。これね。はい。よし。あとこの、照明も。いるよね、絶対。この段は壊せる？あ、下の石垣だけ取れるな、これ。階段も取れるな。うん、ちょっと木、なんていうのかな。綺麗な建材っていうんですかね。レンガじゃないけど。そういうのはやっぱ建築結構使うので。うん。この見栄えのする建材ね。よし。レンガは無理なんだね、これはね。もう旅の祠がえらいことになっていきますけど、あいつが来たぞって言われそうだね。全てを破壊していくぞって言われそうだ。よしさらにひどいことになるな。この下もあるんだ。まあいいや、よし行こう。じゃあ、まあ木を切りつつ、向こうの方行ってみる？うん。一応海沿いで行こっか。結構広そうだね。地図欲しいね、地図。大陸の形をちょっと知りたいです。ちょっと、全然見ずに来たけど、地図を。あ、ここがあんのか。こういうとこがあるんだな。こういうの直しといたらいいよね。よし。よいしょ。本読んでいこう。アレフガルド・レキテと書かれた本が置いてある。うん。本を読みますか？はい。ああ、こんなおぞましい場所があのリムルダールであるとは信じたくはない。うん。リムルダールはかつて清らかな湖に浮かぶ、それはそれは美しい島だったはずだ。それが今やどうであろう。草木は枯れ、湖は毒の沼となり、空気は淀んでいる。そしてわずかずつではあるが、住民たちの間に得体の知れない病が広がり始めているというのだ。リムルダールの人々は今残されたわずかな力で懸命に病と戦っている。しかし、人間が完全に物を作る力を失えば、病に抗うことすら難しくなるだろう。そしてやがて人間は自分たちに病と戦う力があったことすら忘れてしまうのだ。おお、人が物を作る力を失うことがここまで悲劇的なものだったとは。私はこのリムルダールの人々を見た時ほど竜王への恐れと怒りを感じたことはない、うん、わずかでもこの地で病と戦う人々の力になりたいと思う気持ちもあるが、私には自分で自分に課した使命が、役割が、責務があるのだ、うん、私はこのリムルダールを後にし、次は、ここから北のマイラの地に足を運ぶことにする。なんだったっけ、ガンダルフ。これ会えそうですね、この人ね、そのうちね、うん、よし。何これ、この先麻痺の森。あー、なるほどね。麻痺の森に、なんかその麻痺の元凶がいるって。あそこなんか宝箱あるな。
こういう時はよし。いけるかな、90個で足りるかな。すっごい黄色の花がある。あ、でも分かっててよかったね。その黄色の花が麻痺の木だ、あの花だっていうことはね。よし、どんなもん。あ、いい感じいい感じ。40個でいける。よし、なんか宝箱あったよね。命の木の実かな、どうだろうね。ここ登れる。あ、いけない、いけないな。登っていきましょう。まあブロックを、よし、よし。あ、落ちた。あ、下なかった。あ、虫が湧いてる。ちょっと待って、通路に。夏ですね。宝箱。ちょっと待って。降りたい。よし。開く。なんだろう。これなん、何？ん？はじめ、あ、世界地図やった。よし。これがあれば。ちょっと開いてみましょうか、せっかくなんでね。よし、世界地図、ここね。ほう、あの緑の旗のところが拠点でしょ、多分ね。どうなってんのかな今は。だからこの島にいると、あ、だから多分またあれだね、旅の祠ら3つぐらい、 1,2,3 つある感じじゃない。メルキドの時も島が3つあったから、全部で4つあったから、そんな感じかな、うん、ちょっと形があれだけど、どうしよう、降りようか。うん、一番手前なのはそこか、これ、これかな。なんかいる、なんかいる。ちょ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 、倒しちゃおう。もう嘘。何？麻痺ってんのこれ。あ、ででででで。ちょっと当たらない。よし。これめんどいなぁ。ね。砂利石。石つぶて。何これ。あ、飛び道具だ。飛び道具だ。ちょっと回復しよう。読む。この下に不届きな人間を閉じ込めた。森に入った罰としてここから出す。開けてみる。見える？あ、いた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 。あ、いた。うわ。ちょっとこれは。よし。離す。あ、あんた。なんだってこんなとこに。おお、おいらは雑魚。雑魚ね。ここの花やばい。うん。病人雑魚、担ぐ。この人もちょっと助けないといけないの？ただでも、こっから登るには、これちょっと呼んでみる、さっき。この先抜け道あり、自らの道で、道。どういうこと？抜け道？抜け道？ないじゃん、抜け道。ここじゃないの？どういうこと？もっと行ってみようか。もっと行ってみようか。まあ、方角はこっちだよね。大きい槌が壊れてしまう。あ、いた。あ、びっくりした。また、また前のパターンになるとこやったな。水に落ちると。
抜け道じゃないよねこれ。ちょっとこっち来いよ、こっち来いよ。よし、海だよねこれ。また前のパターンになるとこだと思う。よし、じゃあちょっと道を作っとこうか。もう忙しいの、うん、いっぱいあるんだぞ大きい寿司は。よし、まあ土もいっぱい欲しいからね。カメラを戻したいな。よし、でもういけそう。ここ海だよね。でもね、ちょっとそこまで歩けるようにしとこう。担いでいかないといけないもんね。まあいっか、今度いけるか。よし、じゃあ連れていく。抜け道って何だったん結局。罠か。危な。抜け道ありって書いてあったね。うん、あ、まあまあまあ、でもそのなんていうのかな、すぐそんなに長くはなかったね、うん、壁に壁面に出るのが、うん、これが抜け道ということなのか。よし、帰ってきたよ。いっぱい連れてきた。ベッド6個で、ほんまでもイワシの炭焼きとか、あんで、あれか、釣りをしないといけないのか。うん、寝る。うん、大変ですね。やることいっぱいだ。一気に増えた感じだね。ちょっとその麻痺の元凶をやっつけてこようよ。ね、傷薬が若干心もとない感じ。何これ？あ、ガラス瓶？違うか。あら、料理、ならないかな。こんなんも作ってくれるんだね。そう、こう。宝箱増えたんで、並べていこう。まあ、もうこれ3つ以上は、ただポイントだけなんですけどね。前回それは分かりました。ただ置けないぞ、そこ。もうこれ以上置けないぞ。よし。いや、ちょっとアイテムを、よし、こんなもんでいいですね。枝豆、釣り、もう一回行きましょう。もう行っちゃう。あそこ、なんでしょうね。追ってこれるか？追ってこれるか？あそこ行ってみようか。気になるもんね。このまま。あ、来てる。ちょっと待って、ちょっと待って。よく追ってきたな、お前。しつこいぞ。痛い。倒した。結構これさ、リーチがさ、短いよね。このトラ。で、当てようと思って近づくと、大体、やられる。モンスターに当たっちゃう。ここめっちゃ木あるから、これ拠点にできそうですね、この辺ね。一個作りましょうか。あと、その建物で、そっか、住めばいいか。でも登りやすいところの方がいいね。ここで行けそう？よし。体、動かない。また病人か。もしかして病人をさ、この通路を伝って運ばないといけない。あ、びっくりした。これで終わりか。うん。誰？あ、リリパッドじゃない？この人。おお、釣り竿教えてくれそう。よし。ビリビリする。体がビリビリ動けない。うん。誰か助けて。
ああ、だからその麻痺のやつをなんか作るんだろうね。座る。うん。あ、橋があるね。このちょっとさ、素材もらっていこうよ。木の壁でしょ。木の床と壁。おお、ね、そう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 。そういうのがあるから。木の飾り床。はいはい。これは手に入らない。とはまあいいか。ここ壁にしたら寝床になりそうだね。ちょっと考え、ドアつけたらね、あとね。まあいいか、でも、ちょっと、橋が登らないといけないから。この木何やと。あ、これ、え？あ、原木か。あ、これがそうなのか。あ、じゃあこれも建材になるな。あ、赤いドラキーがいる。なんて名前かは忘れた。マヒバナのつぼみ。イモムシは襲ってこないな。じゃあちょっとその9の方、あいて、9の方に行きましょう。麻痺をとにかくだから、治す薬。満月草だったっけ？うん、作らないといけないよね、多分。満月草。なんかいる。あ、その辺で戦いそう。もう見るからに戦いそう。ちょっと待って。え？巣を破壊するんだ。麻痺、めんどくさいぞ。話す。なんだお前、邪魔をするな。そこをどけ。この先にあるキャタピラーの巣は私が破壊するのだ。体さえ動けばキャタピラーなどに負けるものか。キャタピラーか、やっぱり。でっかいキャタピラーじゃない？やっぱ、クー。なんとかキャタピラーの巣を壊してみんなを助けないと。はい、このままじゃリリパッター全滅だ。ああ、なるほどね。キャタピラーの巣は？あ、あれかな？ただ襲ってくるんじゃない？三つあるよね。ここで戦いそうだね。よっしゃ、行っちゃいますよ。よし。ああ、硬い。硬い、硬い、硬い。よし。あれよし。よし。あ、回転切りだと結構壊れる。すぐ。あ、でも当たんない。よし。OK。麻痺の、うん。で、これと戦えと。気持ち悪い。動くぞ、こいつ。今までのなんかボスあんまり動かなかったのに。どういうあれかわかんないな、まだ動きが。あ、いって、あ、やられた。いててて。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。薬草、薬草。よし。危ない、危ない、危ない、危ない。よし。何何な、麻痺ってる、麻痺ってる、麻痺ってる。ちょっと息吹が弱いな。いで、ちょっと、あ、つらい、つらい、こいつ、つらい。強いぞ。危ない。暗くなってきた。ちょっと近寄れへんしな。これでやるか。倒せるとは思うんですけど。よし。え、で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 。まあ、麻痺は、危ない。ああ。範囲がな。よし。まあ、なんとかいけるでしょう。くそ。あ、やばいやばい。しろしろ。あぶねえ。よし。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。よしよし。斧を作るべきやったか、さっき。よし。ゆっくり。長期戦でいいよ。長期戦でいいよ。よし。うん。もうちょっと、もうちょっと。暗くなってきた。あー、もう。めんどくせ。どう、あ、ゴーストが来た。ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、やばい、やばい、やばい。もう、あ、なんか近寄れないな。ちょっと待って。
早くやりたい。ちょっと待って、ちょっと辛い辛い辛い、これは負けるかもしれない。なんで当たらへんの、やばいなこいつら。ちょっともうよし、もうちょっとなんだけど、ゴーストもちょっとめんどいな。よし、ちょもう薬草なくなっちゃった。麻痺いて、よし、なんでこれ麻痺ね、ちょもうじれったいなこいつ、もうなんで当たらんよしよし、おお、はまってるはまってる、よしよし倒せ倒せつらつら、もうきつ、危なレオユーゾーちちょっと寝るか、一回この辺で壁作りたいな。よし、お、まだ麻痺が残ってんの。よし、ゴーストめんどくさいもんな。よしよし、土でいいよ。はい、でドア、よし、お泊まりセットをね、よしと松明を置いたし、わらベッド、よしよし、であれではいけない、何が足りない何が足りないえ、何が足りないんだ、ここではちょっとダメなのかな。よし、見にくいけど一回出よう、押してここ、もう夜明けちゃったよくっそなんか負けた気がするな。あれ、これなんで部屋にならないんだろう。ああもう、ん、あべえ、あ、松明、え、松明置かなかった、さっき松明置けてなかったのか。あ、できたね。あ、松明か。もう。くっそ。まあいいわ。とりあえず、これで、まあ火の薬はまあ作れるよね。うん。まあここに拠点っていうか寝床一個作っときましょう。ここ木多いから、めっちゃ材木は集まれそうだね。じゃ話してみようか、さっきの。このさ、麻痺の、草がほんま邪魔やな。己人間、邪魔をするなと言ったはずだぞ。私たちを出し抜いたつもりなんだろ。人間のくせにお調子に乗り寄って。はい。私は人間などという顔色の悪い生物は大嫌いなんだ。リリパッドのすべてが人間に好意を持ってるなどと思わんことだ。うん。さあ、あっち行け。もう私に構わないでくれ。こんにちは。うん。人間、なぜリリパッドを助ける、とにかく礼を言うよ。ありがとな、人間。これで攻めてこなくなってくれたらありがたいですけどね、リリパッド。一番めんどくさい。矢打ってくるし。これでいいのか。うん、まあ、で、これで、まあ、拠点に帰ったら、満月草多分作ってくれるよね。じゃあ帰ろう。
もう、あと1個 Q があるからそこに向かいましょうか。こっち？あ、この花は何なんだろう。ラフレシア、うん、あ、なんかいるぞ。釣り、あ、この人か、釣り。話す。おお、人間じゃねえか。うん、ひでえ顔色だけど、お前もやっぱり病気なのか。うん、何？これが生まれつきの顔色だ。緑色の顔のやつに言われたくないだって。はは、お前も面白えやつだな。そんで、俺に何か用か。リリパッドの里に住む釣り名人を探してるのか。間違いねえ、それは俺のことだな。人じゃねえが、この、俺がこの里の釣り名人だ。うん、確かに。よし、わかった。失礼なこと言ったわびに、俺が釣り竿の作り方を教えてやる。あ、簡単だ。けど一つ頼まれてくれねえか。俺は今ちょっから困ってるんだ。うん、実はこの間すげえ大物を釣り上げて、この釣り場の壁を壊してしまってな。うん、壁に穴があると仕事サボって釣りしてんのが仲間にバレる。穴を埋めて壁を修理してくれ。うん、なるほど。まあ、埋めてあげよう。土でいいよね、別に。うん、よし。うん、あ、あ、壊しちゃった。間違えた。あと、ここちゃうわ。だっけ、ここも。オッケー、あ、簡単だ、ね、いいやつだねこいつ、うん、お前いいやつ、いい感じじゃねえか。これなら仲間にバレずに釣りに没頭できんな、うん、なあ、どう大事の、お前本気で釣りをやってみる気はねえか。俺はなんだかよくわからねえが、無性にお前のことが気に入ったぜ。お前が何と言おうと、お前は今日から俺の釣り友達だぜ。なるほど。さあ、釣り竿の作り方を教えてやる。バンバン魚を釣って偉大な釣り人になれよ。ほう、どうやって作るの？釣り竿ね。オッケー。何度でも使える。耐久はないのかな。あ、置いちゃった、ちょっと間違えた。座らなくていいよ。よし、見てみよう。苦キノコ、あ、割と簡単だね。ちょっとこのさ、わらどこ。あ、あれにはならないね。落ちる？こいつ。落ちた。さあ帰ろう。もう役目は終わったんでね、はい、またドラゴンとかいいのかな。こっちの方も見てみようか。あんまりそんな、鉱石がある感じはないですね。なんかある？お、なんかあるぞ。え？なにこれ？結構でかいな。なにこれ？宝箱もある。ちょっと行ってみよう。行かない方がいいかな。まあちょっと見るだけ見てみましょうか。よし。いて。素材のまたあ、窓とかあるやん。木はまあ取ったし、これ何なんだろう。文字が書かれているがかすれていて読めない。どうやら随分昔に建てられた家のようだ。たらいと作業台、あ、なんか全然拠点になりそうだね。入ってみよう。あ、また素材の宝庫じゃないです。あ、くつろぎソファーがある。あ、なんでこんな荒れてんの。あ、この料理欲しいな。これもらっていこう。木のテーブル。収納する。あ、何これ。え、何なんここ。え、このかまどとかすごい可愛いぞ。いや、誰も住んでないみたいなんでね。住んでないみたいなんで、まあ、有効活用していきましょう。
樽もあるし、革袋とかまあ取れるしね。ベッドとドアと、あ、何これ、こんな家具とかもらっていくしかないじゃないですか。椅子ももらっていこうか、これね。もうよし、食堂を作りたいんで、食堂、なんだったっけ、ご飯どころだったっけ、タンス、まあ、ベッドはあるから、キャビネット、樽は樽ね、あ、ちょっと、あ、びっくりした。もうあれか、ちょっとここで、どうしよう、あー、いて。この床もいいしね、壺と、いけばな、このテーブルもいいよね、このテーブルクロス付きの、何ここ。ちょっと上で寝れるようにしよう、一応。木箱はあんまり使わないけどね。ここベッドあるし。よし。一個でいい。一個でいいよ。一個で。一個でいいから。まあ、土でいいか。今ちょっと素材がないからね、あとは。よし。ちょっと床も埋めて。よし。で、松明をこう。お、またね、厚めに素材を来ようと思うんで。よし。作業台あったな、下に。よし。OK。よし、じゃあ今日は寝ましょう。どこ、これ、そういう、地図で見たら、地図、あったあった、この辺か。よし、寝よう。ちょっと鉱石がね、欲しいんだけど、さ、それが見つかればいいですけどね。あとは、よし、いいね。もう上には登れる。あ、登れるな。ってことは、この屋根ももらっていってくださいってことだね。あ、宝箱をもらえる。古い紙くずが入ってた。うん、おお、俺が最後の仕事と決めたこの屋敷の屋根修理もついに完成できなかった。家主はとっくに病気で死んで、俺も同じ病気で間もなく死ぬだろう。この家の屋根を修理したってきっと何の意味もねえ。うん、だが俺は職人の最後のものづくりとしてこの屋根の修理を完成させたかったんだ。もしこの紙を読む者が遺書を受け継ぎ屋根の修理を完成させてくれたら嬉しく思う。へえ。2個屋根天板を2個斜め、あ、修理していく。やっぱり、うん、材料はあるんだね。だ、これがもらえると。うん、まあ、じゃあやっていってあげよう。ね。ん？こんだけ？屋根の、屋根はでも、作れないんだね。レシピはひらめかないね。これカードだね。おっとっと。よし。押して、これはここはな。で、ずれた？まあいいや。素人なんで僕らね。いい加減になってきた。仕事がいい加減になってきた。うん、いいっす。どうせね、
どうせあの後で僕が壊すんでね、そういうことだから、はい、あの宝箱が欲しいだけだから、はい、開く宝箱に振る、なんだってこれで正しくやり直せとか言われたらちょっと、ね、あれだけど間違ってるぞとか、これを読んでいるやつきっと俺の最後の仕事を完成させてくれたやつだろう、うん、誰かは知らぬが感謝する、お礼に俺の職人魂を受け取ってくれ、お何屋根、おお屋根作れるようになった、よしよし全部作れるでしょ、うん、よしよし、作らないかんのこれこんだけか、はい、まあ、こんなもんだね、この窓とかもさ結構いいよね、ほらあとちょっと欲しい1個サンプルで持っていこっか、で、まあ、見つかったぞなんかに、キメラか、待て内側から壊そう、届かへん、よし、初めて木の窓 A 2種類ある、2種類ある、え、まあいいわ、まあまあ大体必要なもん思ったね、また来ると思いますけどここ、うん、でまたんで、形がなくなってると思いますけどいいわ、よし、はい、ちょっとねやることまだまだいっぱいありますけど、今日のところはこの辺で終わりにしておきます、また次回ねこの続きからやっていきますので、よかったらねまた見に来てください、ではこれで終わりにしておきます、お疲れ様でした。